はい、ということで皆さん、いつもゴールデンラッシュポッドキャストを見ていただきありがとうございます。今回のね、エピソード入る前に、まあ、ぜひちょっとゴールデンラッシュポッドキャストについてちょっと喋りたいなっていうのもあるんですけど、なんと最後の最後に動画の一番最後にね、重大発表があるので、ぜひぜひね、そちらまで見てほしいなということで、まあ、いつもね、いつも見てくれてる方は分かると思うんですけど、まあ、これ結構音声をね、楽しんでいただきたいね、まあ、そういうコンテンツになってるわけですよ。はい。で、まあ、映像ももちろんあるんですけども、まあ、作業中にね、掃除したりだったりとか、あと運転したりだったりとか、まあ、そういうことをしながら、聞き流せるね、作業用 BGM として使えるような、そういうコンテンツを目指してるのでね、ぜひぜひね、そういう風に聞いてもらって、まあ、最後まで聞いてもらって、最後の重大発表まで待っていただけたらなと思いますのでね、ぜひぜひお楽しみにということで、いつも見ていただきありがとうございます。ということで、それでは本編始めていきましょう。下等の、ところのクラブの帰りに、はい、タクシー代がちょっとなくて、あやばいってなって、はいはいはい、でも歩いて20分ぐらいで家着くんですよ、はい、まあ歩こうってなって、はい、歩いてて山登る途中に後ろからナイフ突きつけられて、で金出せと、はい、であはい、ってことで今回のゴールデンラッシュポッドキャストのゲストは、近年勢いのあるクルー東京ヤングビジョンのメンバーで DJ としても大舞台で躍進中の DJ のりおくんです。よろしくお願いします。東京ヤングビジョン DJ のりお、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はお願いします。いやー、東京ヤングビジョンやばくないですか。そうっすか。今結構、いやー嬉しいっすね。いや、すごくないですか。うん、すごい、すごいっすかね。え、あんま感じないですか、体感しない。あんまり、マジですか。実感はあんまり湧かないっすね。なんか、結構友達とかに、はい、最近勢いやばいね、忙しそうだねって言われるんですけど、はい、まあ、いつも通りかな。あ、そうなんだ。そうですね。まあ、結構思ったりしますね。本当っすか。え、東京ヤングビジョン、まあ、これちょっと答えなかった、答えたくなかったら全然いいんですけど、ノームコアボーイズから先に、やってて、はい、そこで東京ヤングビジョンになったじゃないですか。それはもともと短距離、どういうあれだったんですか、あれは。まあ、東京ヤングビジョンで、はい、まあ、東京ヤングビジョンっていう組織の中にノームコアボーイズがあったんですよ。はい、あ、そういう形、そういう感じですね。で、ノームコアボーイズがなくなって、じゃあ、残ったメンバーで東京ヤングビジョンを盛り上げていこうよっていう形になって、今はもう東京ヤングビジョンで、ラッパー主体のクルーで。はい、やってるっすね。そういう感じだったんですね、はい。え、東京ヤングビジョンっていうのはもともとどういうあれだったんですか。もともとは、まあ、いろいろいたんですよ。はい、で、代々木公園で、こう、高校生の時に、サイファーを始めて、はい、で、ウェニーダシージョとかもいて、はい、で、みんなでクルー作ろうぜっていうので、東京、みんな東京だったんで、はい、東京ヤングビジョンっていうのを作って、で、そこから、秀吉が、はい、お台場のスープラで働いてたんですよ。はいはいはい。で、そこに、地元だった、ノームコアの、まあ、うん、マイクだったり、はい、おさみだったり、はい、ヤングダルだったり、が、うんうん、遊びに行って、うん、で、秀吉が、こいつら面白い。はい。で、ラップもやってる。うん、で、もう仲間入れちゃおうぜっていうのが最初ですね。あ、そうだったんですね。で、今こういう形になってきてるっていう感じだったんですね。はい、そうですね。え、もともと、のりくんはもう最初から DJ だったんですか？もともとは、そうですね。DJ やり始めて、14歳の頃から、親父が、はい、こう、親父がクラブめっちゃ行くやつだったんで。ああ、そうだったんですね。14の時に、お前もういいだろうみたいなので、はい、で、クラブ連れてかれて、はい、でそこで、かっけえなと思って、はいはい、でハマって、でちっちゃい機材からやり始めて、はいはい、感じですね。それがもう14歳からすぐ始めたって感じなんですか。14歳からすぐ始めました、ね。すごい、これだと思って。マジっすか。部活もやってたんで、はいはい、野球 やりながら、あ、そうだったんですね。 DJ やってみたいな感じでしたね、はいはい。最初はどういう、なんか多分 DJ やりたい方とかも多分いると思うんですよね、見てくれてる方で。どういう風に最初始めて練習し始めたんですか。俺は最初は親父がずっとラテン系のクラブに連れてってくれてたんで、はい、
最初レゲトンとかはサルサとか、はいはい、本当に向こうの音で CD に焼いて、うんうんうん、CDJ でずっとやってたんですよ。すごで、そっからパソコン買ってみたいな、はい、で機材を揃えるためにちょっとバイトして、うんうんうん、で親父が行ってたクラブでも回しながら金もらって、やばいですね、ことをやってましたね。そうだったんですね。お父さんコロンビア？親父がコロン2世なんですけど、はい、まあ日本血は日本人でコロンビア生まれ、はい、ああそういうことなんですね。お母さんが日本とコロンビアのハーフで、はいはいはい、どっちも向こう生まれなんですよ。あ、そうなんですね。で、向こうで、向こうからこっちに仕事で来て、はい、で、俺が生まれて、はい、感じです。そういう感じだったんですね。え、コロンビアとか行ったことあるんですか？あ、1年行きました。え、1年 ?19 の時に。行って、めちゃくちゃ楽しかった、はい。マジっすか。え、どういう感じなんですか、コロンビアって。どういう感じ？まあ、ちょっと、まあ、貧困層は多いです。あ、そんなにお金持ちはいなくて。はい、やっぱ差が激しいんで、うーん、危ない地域は危ないし、はいはい、なんかまあ安全な場所っつっても山上とか、あ、本当にセキュリティが配置されてる場所が、はい、まあお金持ちの場所みたいな感じに なってるんですね。コロンビアでなんか危ない経験とかはなかったですか？あ、1回だけあります。俺ちょっとレベル4の、はい、家レベル5まであるんですけど、はい、レベル4の家に住んでたんですよ、はい、まあ、ちょっとおじさんおばさんが金持ってて、はいはい、でも俺金持ちのクラブが大嫌いだったんですよ。ほい。だからナンパもできないし、はい、マフィアがめっちゃいるんで、怖っ。ナンパしたらもう殺されちゃうみたいな、うん、そういう世界なんで、うん、もう大嫌いで、うんうんうん、でみんなお酒でもう暴れてるし、うん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 、でちょっと下等な、まあ、ちょっとっていうかめっちゃ下等なとこ行くと、ビルの屋上にテラスがあって、はい、そこでスパニッシュレゲエのイベントやってるんですよ。そこ毎日行ってて、はい、でそこはもうみんな、まあ、いろいろと、あ、ウィドウとか、はいはいはい、いろいろと、はいはいはい、もらったり、はい、配ったりしてるんで。配ってるんだ、しかも配ってる。めっちゃ安いんで。そっか、ありがとうっつって。そこはめっちゃ楽しかったですね。そうなんだ。ゲートとか、そっか、それでも、でも、危ないことはないんですか、あんまり。あ、そうそうそう、危ないことですね、はい。で、そのゲートのところのクラブの帰りに、はい、タクシー代がちょっとなくて、あ、やばいってな、はいはいはい。でも歩いて20分ぐらいで家着くんですよ。はい、まあ、歩こうってなって、はい、歩いてて、山登る途中に、後ろからナイフ突きつけられて、で金出せと、はい、であと携帯とかないのみたいな、はいはい、携帯チンパケしてたんで、はいはい、触らせずに、はい、もう金だけ渡して、はい、何も持ってないよみたいな、はいはいはい、で行っちゃったんですけど、うわマジそれ怖いっすね。もう本当に小銭ぐらいしかなかったんで、もうこれしかねえよみたいな。タクシーなかったから、タクシーないから帰ってんだよみたいな。歩いて帰ってんのに金出せとか言われて、ちょっと危機でした。危機ですね。はい、そっかそっか。コロンビアどういう、なんか趣味とかどういう感じなんですか？みんなどういう風にして時間過ごしてるんですか？俺は結構、友達、日本語学校の友達がいて、はいはい、そこに、そいつと一緒にスケボーとか、公園回って、はい、スケボーやって、で夜はパーティーしに行ってみたいな一日を過ごしてましたね。結構おじさんが作曲家なんで、あ、そうなんですね。そこに修行しに行ったっていうか、あ、そういうことで行ったんですね。19の時に、あ、俺これで食っていこうって決めて、はい、でまあ DJ もやりつつ作曲もやりたかったんで、うんうんうん、そっちに一回修行しに行って、はい、って感じですね。そうなんですね。ピアノの勉強もしましたし、いろいろと。そうなんですね。結構ちょっと音楽コロンビア結構強いんで。そうですよね。そっか。じゃあそう、じゃあ結構音楽家族なんですね。いや、そういうわけでもないんですけどね。まあ俺の
親父は踊るのがただ単に好きなやつだったんで、はいはいはい、あとはまあ自分のいとこもピアノやってて、まあ確かに音楽に触れてるっちゃ触れてますね。そういう関係さって、はいはいはい、そこじゃあ DJ もやりつつ作曲もみたいな感じ で、ね、あれ聞いたんですよね、フューチャー。フューチャー、はいはい、あれはあのよかったです。ゆうとくんとの、はい、あのゆうとくん DJ ゆうとくんと、あ、いや、おきくんとやってる方じゃない、ゆうとブレンドっていう、DJ ゆうとブレンドっていう方がいて、はいはい、先輩なんですけど、はい、その人と一緒にトラック作って、はい、でプロデュースさせてもらいました。へえ、それはもうコンセプトとかどういう風な作ってた感じ、プロセスはどういう感じだったんですか、ね、なんか最初はレッドブルの案件で、はい、こう曲作らないかって言って、はいはいはい、じゃあレッドブルだったらなんかちょっと勢いある、うん、なんか強めな主張でちょっと作ってみようみたいな、うんはい、でちょっとダークさ入れながら、はい、あのマット君と、はい、マット君にフックをちょっとやらせてもらって、うん、であとはラップのできる秀吉と落ち葉で固めたって感じです、ね、はい、なるほど、そうなんですね。ああ、それで思い出したんですけど、そのレッドブルとか、まあ、東京ヤングビジョンで言ったらエクストララージとか、はいはいはい、結構いろんな、それも聞いたんですけど、ライオンズでしたっけ、うん、とかも書かせてもらったんですけど、結構いろんなタイアップの曲とかも結構作ってるじゃないですか。結構作ってるっすね、はいはい、なんかいろいろコラボはしてもいいかなっていうか、うんうん、なんか自分たちのスタイル、音楽作るの好きなんで、はい、もう常に作ってる状態でやってます、ね、うんうんうん、そうなんですね。そういう案件とかは DM とかなんですか、それともメールとかなんですか。あ、でもそのフューチャリングしてる DJ ユートブレンドさんがレッドブルで働いてて、あ、そっからの案件ですね。そういう感じで来たんですね。それで一緒にプロデュースしないかっていう話で、はいはい、なるほど。え、ああいうのって結構自由にやらせてもらえる感じなんですか。いや、そうですね、お金ポンって渡して、ほ、じゃあこれで作ってくれ、それは曲とミュージック全部含めみたいな、含めこれお願いしますみたいな、結構やっぱいい、ね、いや良かったですね。レッドブルスタジオも使わせてもらって、もう初めてあんなでかいとこでやって、マジっすか、スタジオ、はいはい、結構なんかなんて言うんだろう、モチベ的にめっちゃ上がったっすね、うんうん、はいはいはい、やってやろうと思って、いいっすね、やばいっすね。俺が歌うわけじゃない、まあまあまあ、いやいやでも、まあ、プロデュースはいはい、はい、させてもらいました。いやでもプロデュースもやっぱ重要じゃないですか。そうっすね、まあ俺結構、はい、もういろんな人に言っちゃうんで、うんうん、まあ、こうしてくれこうしてくれって、はいはい、でまあ、自分が聴きやすい曲じゃないと、はい、やっぱ一般も聴かないのかな、こういう風にしてくれっていうのは常に伝えてます、はい、聴きやすさっていうのはなんかどういうところを見て聴きやすさとか。まあ言葉が、まあ、はっきり聞こえなかったり、はい、フローがちょっと外れてたり、まあ、そのラッパーさんたちがいいと思ってること、うん、そは尊敬、あ、尊重するんですけど、うんうん、それでも聞き取りにくいところがあったり、うん、するときは俺は普通に指示します。へー。ここもうちょいはっきり言ってもらっていいですか、はいはい、とか、ちょっとフローに乗せてもらっていいですか、うんうんうん、とか、メロでお願いしますとか、そこは正直、重要かなって俺は思ってて、うんうんうん、はい、あ、この人怖いから言えないわとかだったら俺の仕事が何もなくなるのでまあ、まあ、確かにそうですよね。そうですよね。そっか、そうですね、常にそこは、はい、いい音楽を作りたいんで、はいはい、自分的の、はい、音楽を、そうですね、うん、結構あれですか、いろんなアーティストの方のプロデュースとかも。そうですね、時々っていう曲があるんですけど、はい、それは東京ヤングビジョンと、はい、沖縄のオズワールド、はいはい、あ、はい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 、と、クジャっていう、はい、もともと大阪だったのかな、うん、クジャっていうラッパーがいて、はい、でその時は俺らが沖縄に遊びに行って、うん、14人ぐらいでもう団体で沖縄遊びに行って1個のエアビー借りて、はい、でみんなで機材持ってってちょっと向こうでレコーディングしようぜみたいなノリで、はい、もう機材みんなで分担して分けて、はい、
持ってってでやってたんですよ、はい、やってたらオズワルドからこう連絡が来て、はい、じゃあ遊びに行きますって、はい、でお来るんだみたいな、でトラック聞かしたらおこれやばいっすねみたいな、はい、俺やりたいですで入ってきてくれて、はい、マジかみたいな、はい、じゃあやりましょうっていう流れでできた曲なんです、はいはいはい、本当にノリでできた曲で、そうなんですね、でミュージックビデオもその次の日にも撮ろうみたいな、マジっすかすごっでディレクターもいたんで、はい、じゃあもう次の日撮ろうっつって、はい、じゃあだんいついつにダンサー呼んでみたいな、おもうその日に全部やってやばスケジュール立てて、はい、すごかったさ、そうなんですね、えもう YouTube 誰何百万再生とか言ってたっすね、今102万回ぐらい、そうですよね、100万いってましたね、はい、これでね、やっといきましたね、やばいですね、1年ぐらいですごいっすよね、そういう感じの裏話があったんですね、はい、どんぐらい行ったんですかその時沖縄は、8日間行ったっす、でレコードもミュージックでも全部やったんですかその時で、やばくないっすか、だいたい4日遊んで4日それに費やしたって。いや、そういう感じだった。あ、そっかそっか。半分バランス取ってみたいな。はい、あ、そうなんですね。でもそれも本当にノリだったんで。はい。だからもう、全部遊ぶ予定が、はい、最後はもうちゃんと音楽活動になってたし。ちゃんともう血が騒ぎだしみたいな。はいはい、ちゃんとみんな仕事し始めて。いいっすね、楽しかったっすめっちゃ、やばいっすね、そうなんだ、だから自分もプロデュースするにあたって、うん、結構ノリとかは重要視してますね、うん、はいはい、なんかあんまり撮り直ししたいっていう、まあラッパーは いっぱいいると思うんですよ、うん、撮り直ししたいんで、うん、次の日もう一回やらせてください、はいはいはい、俺あんまりそれが好きじゃなくて、はい、その日のまあ体調、うん、その日の気持ち、うん、その日のリリックで俺は素が出ると思ってるんで、じゃあ昨日いい良かったって思ったものを崩したくないんですよ、ね、うん、ああそうなんですね、でよりいい音楽を作りたいっていう気持ちはわかるっす、はい、うんうん、気持ちはわかるんですけど、それはまたなんかなんすかね、コピーしてるみたいな感じなんだなって俺は思っちゃって、なるほど、もうその素が俺好きなんで、はい、その時に俺がめっちゃいいって思ったら、うん、それでいいと思ってるんです、ね、うん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 、結構そうなんですね、そっか、だからノリでできた曲もやっぱ再生回数が増えて、うん、はい、っていう形になってるんで、ああやっぱそうなんですね、そこは自分を信じてやってますね、はいはいはい、そっか、うん、そうなんですね、やっぱ音楽、まあ、そうですね、気持ちとかそういう、そうですね、そっか、その、まあ、流れとか結構ある、うん、はい、バイオスとか、他に気をつけることあります、プロデュースしてる時には、プロデュースしてる時に気をつけること、自分の中でルーティーンとか分かんないですけど、あそんなないっすね、うん、なんか自分が好きなアーティストを呼ぶっていうより、うん、このトラックに対して誰がハマるだろうなっていう考えを、はいはい、になるんで、まず、うん、うん、あんまり好きなアーティストだからこうポン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 入れようっていうのはないですね。ああ、やっぱ一曲に対しての色で俺は見てますね。結構、うん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 、じゃあダークさだったら。はい、ダークなラッパー呼んで、うんうん、明るいやつだったらそういうポジティブなバイブスのやつらを呼んだり、うん、はいはい、結構そういう感じで、そういう感じです、ね、声かけたりしてます、はあ、なるほど、東京ヤングビジョンの曲とかも結構のりおさんがプロデュースされてるから、いや自分のプロデュースのみっすね、はい、のみなんですね、はい、自分のプロデュース曲は、はい、自分でトラック作って、はい、トラックも作ってるんですね、トラック作って、はい、でよりいい作品を作りたいんで、まあ、違うトラックメーカーに投げて、はい、でリメイクしてもらった、あ、そういうことをしてます、はい、へ、自分がトラック作る時のなんか順番とかあります、ベースが先なのかメロディーが先なのか、俺はメロディーを先に毎回作りますね、はい、あ、そうなんですね、メロディ
作って、八百屋やって、はい、そっから、まあ、ボン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 付け足してって。はいはいはい。そういう感じでやってるんですね、はい。そのプロデュースっていうか、その曲を実際にビート作ったりするのはいつぐらいから始めたんですか？その19の時に触り始めましたね。作曲に、はい、で修行行った時、もうちょいレベルの高いものを作りたいなって思って、はい、おじさんに頼ん で、うん、でコロンビアに行ったって感じですね。ああ、そういうことだったんですね。やっぱ結構生きてます、コロンビアの経験とか。いや、結構生きてますね。本当ですか？はい、生きてて、あんまり自分今ヒップホップトラップとか、はい、あんまりやってなくて、はい、今アフロビーツとか、うお、レゲエとか、はい、レゲトンとかを今、はい、メインにプロデュースしてる形ですね。トラックとかも超熱いっすね、はい、今そっちが、まあ、自分の好きなことって、はい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 、自分の好きな曲をプロデュースしたいんで。そっか、はい、ちょっと俺それこそあの、まあ、レゲエもそうですけど、レゲトンもそうですけど、アフロビートっていうのが、はい、多分結構日本ではあんまり浸透しないですよね。まだしてないっすね。まだしてないですよね。まだしてないですけど、まあ、はい、クラブでは DJ はかけるようにしてるんじゃないですかね。あ、そうなんですか。はい、ウィズキッドとか、はい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 、バーナーボーイとか、バーナーボーイとか、はい、結構熱いっすよ、ね。バーナーボーイは俺らの先生なんで。おお、いいですか。フローとかもすごすぎて。えぐいっすよね。マジで。はい、そうか。アフロビート結構ヨーロッパとかめっちゃ流行ってると思うんですよ、はいはい、結構スタンダードっていうかめっちゃ踊れるというか、はい、どういなんかそういうクラブじゃないですけどアフロビートとか聴ける場所あったりするんですか？東京とか。東京でありますよ。マジっすか？あります。どういう場所？なんか、まあクラブ終わって、はい、大体みんなアフターパーティーで、はい、IBEX って六本木のクラブに行くんですけど、はいはい、そこは結構アフロビーツレゲエはかかります、うん、そうなんです ね、 そうですね。あとレゲエのイベントとか行くと意外とアフロビートがかかったりしますね。そうなんですね。そうかそうか。そうね、あとアフリカ系のイベントとかだと R3 とかで、 R3 たまに、そうなんですね、うん、そのなんかあのアフロビートとかレゲエ店とかレゲエっていうこういう、まあ、ブラックカルチャーの結構もうめっちゃブラックカルチャーみたいなところが来てると思うんですけど、まあ、そういうのはやっぱりコロンビアでの経験とかっていうのもあったりとかも結構ありますね。それこそレゲトンとかは本当に向こうだと若い子たちが踊る文化なんで、はい、で結構ヤンキー、向こうで言う、あ、そうなんだ、こっちで言うヤンキーとか、はい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 、本当に女の子と踊って、はい、それをナンパ、なんだろう、男と女でセットなんですよ。レゲトンは？レゲトンは。あ、そうなんだ。絶対に、はいはいはい、男、なんていうんですかね、まあ、向こうの遊び方なんですけど、うんうん、男と出歩かないんですよ、絶対に。ほう。集団で男と歩くとか。はい。なんでかというと、あいつらゲイじゃねとか、まあ、そういう感じで思われたり、結構、その、なんて言うんですか、あの、なんて言うんだろう、差別っていうか、はい、そういうのが強い国なんですよ、ね。ああ、そうなんですね。だから結構そう思われたくない人たちは、絶対、うん、まあ、誰かしら女の子を呼んで、そこでパーティーするみたいなのが向こうの遊び方で。そうなんだ。そうなんですよね。へえ。だからもうクラブ行くときも絶対女の子を呼んで、はい、でその輪で遊ぶ。なるほど。だからもう本当ナンパ文化とかないっすね。ああ、そういうことか。逆に違う男の女だったら本当に喧嘩とか、はい、まあ本当そうですよね。絶対バーンで終わるなるっすよね。あ、そういうことか。もう若い子たちは女の子と絶対セットで踊るっていう文化があって、はい、まあ、そこでレゲトンとかを覚えたんで、なんかリアルを見たなって感じ。はい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 。そっか。で結構ベタなレゲトンとか、ベタなこう R&B じゃないですけど、なんか本当に女の子を誘うような曲なんで。はいはいはい、そうですよね。確かに確かに、はい、そっか。そこで女の子がキュンキュンしちゃうみたいな。はい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 。なるほどね。そうで、なんかレゲトンとかやる上で、やっぱそういうカルチャーの、なんか文化とかの
バックグラウンド知ってるか知らないかはって結構違ってくるですもんね。結構俺は違うと思います。そうですよね。東京でも結構レゲトンパーティーとかやってるんですけど、やってるんだ。それを遊びに行ったりするんですけど、はい、全然なんか違うなって、知ってる曲流してるだけなんだな、感じは俺から見てしますね、はい、なるほど。ちなみに俺もレゲトンはもう分かんないんですけど、なんかおすすめのアーティストだったりいたりします？俺今はチリのパリタっていう、はいはい、パリタ、はい、白人なんですけど、はい、そいつが今を結構俺は好きですね。ルックスもかっこいいし、多分若いです、はい、めっちゃ。そうなんですね。まだ二十歳。二十歳とか。とかじゃないですかね。パリタ。ちょっと聞いてみます。そうなんですね。レゲトンか。レゲとかレゲトンとか。アメリカでも結構やっぱ流行ってるっすね。ああ、そうですよね。なんか、はい、なんか先輩から言われたのが、はい、ニューヨークの DJ で、はい、まあ、向こうもレゲトン流行ってるんで、はい、マットバニーを流したくない。なんでかっていうと、なんかジャスティン・ビーバーみたいな存在になってしまって。そう、ちょっと、あ、そっかそっか。なるほど。もう誰もが書ける曲になっちゃってる、はいはいはい、っていうので、向こうのレゲトン市場はそうなってるみたいですね。そうなんですね。そうかそうか。でも俺は好きですけどね、うんうん、マットバニー、ジェイ・バルビン、ニッキー・ジャン、うん、全然大好きですけど。はいはい、そっか。レゲトンな、面白いな。まあ、まあ、ちょっと話変わっちゃうんですけど、DJ とかでも結構、プロデュースの話結構聞かせてもらったんですけど、DJ とかは、どういうクラブで、自分は、土曜日の、第2、第4で、ハーレムで、あ、はい、モンスターっていう、はい、もう本当に、昔からやってるイベントがあって、はい、そこに出させてもらってます。おー、そうなんですね。そう、どういうジャンルかかってるんですか？もうゴリゴリヒップホップ。ゴリゴリヒップホップ。で、やってて、はい。で、その中に、レゲエの DJ もいたり、はいはい。ヒップホップの DJ もいたり、はい、それこそ自分もレゲトン、まあ、強みでやったりし、はい、いろんな、こう、いろんなバランスで、はいはいはい。やってるっすね。で、トップにはじめさん、はい、DJ はじめさん。はい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 。そういう感じで。はい、いつから、ハーレムのそのモンスターのイベントで回してるんですか？もう、2年ぐらい経ちますかね。そうなんですね。2、3年。これもう初めて、この間、3日前かな、はい、ハーレム行ったんですよ。来ました。初めて行ったんです。なんか、音の楽園っていう、イベントがあってて、はいはい、キャンディータウンの、あ、はい、ゴッツさんとか、はいはいはい。あのイベントで多分このポッドキャスト見てくれたらしくて、はい、ゲストで呼ばれて、初めてゲストだったんで、ゲストってやばいみたいな感じで、東京で緊張してから行ったんですけど、でもでかくないですかそこ。びっくりしたっす。高いですよね、高いです。天井高いし、はい、そう。結構広いです。広いですよね、はい。そう、なんか2、3階もあるのは。あります、2階もあって。ね、いつもあそこでもう、完全に。そのあそこがホームみたいな感じですね。そうなんですね。はい、俺はあんまり六本木ではやらないんで、はい、それこそ渋谷のヒップホップ箱って言ったらハーレムですね。うん、ああ、そうなんですね。そっか。ちなみに、東京でなんかおすすめのクラブあったりします？東京でおすすめなクラブ。はい、おすすめなクラブですか？はい。なんか。まあ、ヒップホップだったら渋谷だったら、はい、まあ、ハーレム。で、この前結構いいなって思ったのが、はい、渋谷だとウームっすね。ウーム。ウーム結構良かったですね。ウームもでかくて、はい、うんうん、もうハーレムの裏にあるんですけど、あ、はいはい、ウーム、なんかトランスとか結構そっち系もやってて、で、VIP の、まあ、フロアにゴリゴリヒップホップって方たちがいて、はい、そこは結構面白かったですね。そうなんですね。また違う、雰囲気っていうか、うんうんうん、ヒップホップだけじゃない、はい、で、チャラ箱じゃない、はい、箱みたいな、感じで、俺は好きでした。はいはいはい。そうなんですね。そっか。ハーレム以外で回したりとかするんですか？ハーレム以外だと、六本木はちょくちょく、ちょくちょくやってます。はい。そうなんですね、はい。あと地方とかも多いですか、やっぱ。今は地方が多いですね。
それも DJ プレイも行くし、ね、ライブも行くしみたいな。ライブのツアーで、はいはい、ライブのツアーで DJ やることが多いかもしれない、はい、そっかそっか。今そっちのメインが結構活動がメインになってる、はい、たまに俺勝手にやっちゃうんで。勝手に寝ちゃう？勝手にあのDJ ブス入って DJ やっちゃうんですよ。もうノリに乗っちゃって。ノリオなんで。はい、ノリオなんで、もうギャラいらないっす。やっちゃうタイプなんで。ちょっとそうだった、先輩とかに、はい、気をつけろよって言われるんですけど。踊らせたいな。やばいしね。生粋の DJ だ。職業病っす。そうなんですね。地方、あ、ちなみに水、はい、飲んでください。あの、地方とかで結構やっぱ、さっきツアーの話とか、東京ヤングビジョンの方で、多分、いろいろ行くこともあると思うんですけど、まあ、さっき沖縄の話も出たし、で、北海道もこの間来てたし、みたいな、はい、結構いろんな地方やっぱ行くっすか？結構行きますね、はい。今週も名古屋から。あ、マジっすか？柏。あ、違う。柏？柏じゃない。名古屋から、はい、古賀。茨城ですね。ああ、はいはいはい。茨城に。名古屋行って、はい、東京戻って、これまで、古賀に。先週も、熊本から、はい、神戸。やばいっすね。金曜、土曜はもう全部地方っす。もう秀吉のツアーでもうずっと付きっきり。ああ、そうかそうか。ってますね、どこの地方が暑いですか？どこの地方が暑い、はい、まあ、大阪、名古屋、はい、福岡は、本当にすごいです。あ、そうなんだ。眠らない街っすね。昼過ぎてもまだやるのみたいな。マジっすか？それやばい。でも本当に北海道も結構暑いですし、はい、それこそアシッドはいはいはい、はい、アシッドはもうずっといますね俺。もうそうですね、行ったらずっといますアシッドに。そうだよ、アシッドがやっぱ好きですか？アシッド好きっす、そこあのレゲエ文化が好きで俺。はあ、テックさんって、ね、はい、はい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 、それこそ確かにプトラはいはいはい、プトラもあの仲良くしてもらって、はいはい、ヤーマン君。ヤーマン君。あ、はい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 。とか、もうお世話になってます。そうなんですね。まあ確かにアシッドはなんかレゲエのイメージあるかもしれないです。はい。そうですね、はい、結構。結構レゲエかかるんで。はい。そうですね。ここにいるだけで好きです。あそこぐらいしかでもレゲエかかるとこないんですよ、多分本当に。多分、北海道、札幌、はい。俺もいろんなとこ行ったんですけど、聞かないですもん。レゲエも聞かないし、アフロビートも聞かないし、レゲットも聞かないし。まあ、最近やっと UK の、とかが鍋やってきてるとか、そういう感じですね。はい。DJ のマキシムちゃん。あ、マキシム、はい。あれが、UK、イギリスの子ですよね。そうです。ミックスで。UK めっちゃ好きなんですって言って。はいはい。で、UK も俺もバンバンかけるんで。はいはいはい。それでめっちゃ乗ってくれたりしてますね。いいっすね。UK はどういうアーティストなんか。UK は今はセントラルシーかな。はい、やっぱ暑いっすね。暑いっすよね。UK は、はい、UK だと結構いろんなやつ好きなんですけど、はい、ティオン・ウェイン。ああ、ティオン・ウェイン、はいはい。あと誰だろうな。まあそこら辺はまあ絶対聞くっすね。そうっすよね。絶対クラブで流すかもしれないっすね。ほー、マジっすか。結構アメリカだけじゃなくて、うん、UK だったり、はい、アフロだったり、俺は全部をミックスしちゃうんで。はい、ああ、そうなんですね。こういろんなとこをやっちゃいます。はいはいはい。でもこれミックスするときになんか気をつけてることとかあります？あんまり、俺は正直バイブスでやってるんで、はいはいはい。フロア見て、はい、あ、じゃあ UK で上がってる人がいるなと思ったら UK で攻めたり、うん、はいはいはい、あ、そこを重視してますね、うんうんうん、いろんなとこ行って、はい、レゲエでちょっと湧いてるったらもうガンガンレゲエで行ったり、はい、ダンスホールで行ったり、はいはいはい、って感じで俺はやってます、ね、そうなんですね、はい、だから本当にヒップホップだけ、ヒップホップに特化された DJ じゃないんで、うんうんうん、いろんなジャンルやっちゃいます、ね、はいはいはい、これハウスとかだったら流します、ね、マジっすか、はい、ちなみに、でも結構、多分やっぱ、まあでも、わかんないですけど、俺も DJ やってるわけじゃないんであれかもしれないですけど、
ヒップホップだったら他のヒップホップドリルとかつなげやすいじゃないですか、うん、でやっぱドリルからレゲエとか、はい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 、レゲトンとか結構難しくないですか？だから今はサンプリングとかを使ってる UK の ラ、はい、あのラッパーとかもいるんで、はいはいはい、そっからがなんか流れに行きやすいとか。なるほど。もう US のサンプリングを使って UK がやったりしてるんで、はいはい、ドリルに行ったりしてるんで。ああそういうことか。もうそれで UK に持ってったり、はいはい、UK のアフロもあるんで。そうですよね。アフロからレゲエに行ったり、はい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 、繰り返しですね。そういうことか。はい、なんか共通点があれば、うんうん、そっちに持っていけることができるんで。うんうんうん、はいはいはい。これはそういう流れでやってます。やってるんですね。はい、ちなみにこれから DJ としてのなんかこういう風にしていきたいとかあったりするんですか？目標じゃないわかんないですけど。まあ今はちょっとプロデュースをメインにやってるんで。はい。バズる曲を作るのもちょっとつまんないんで、はい、まあ、みんなが歌える曲を俺は作りたいなと思ってます、ね。はい、あ、そうなんですね。歌っての踊れる曲、はいはいはい、ですね。そっかそっか。ちなみにプロデュースとかはなんかどういう風ななんか日々インスピレーションとかどういう風にこの何かインプットとかしてアウトプットするじゃないですか、プロデュースするときって、はいはいはい、でそれで気をつけてることがあります。これをいろんなことわかんないですけど、メディア見たりなのかなんか何なのかわかんないですけど、正直ノリでやってます。あ、そうなんですね。俺はそうなんだ。何も考えずに、はい、アーティストと話しながら、はい、こう土台を作ってって完成させる、はいはいはい、完成させるっていう感じですかね、うん、でそのラッパーとのコミュニケーションも大事ですし、はいはい、そのノリっていうか、はい、なんかプロデューサーって結構ラッパーを上げたいっていうか、うん、のが強いと思うんですよ、うんうんうん、だからこう雰囲気もそうですし、その現場の雰囲気とかもそうなんで、うん、もう常にこういいコンディションでこうやってもらうっていう、うん、はいはい、それは大切にしてますね。うーん、絶対嫌な雰囲気でラッパーも歌いたくないんで。そうですよね、はい、そうですよね、気まずこれみたいな確かに確かに、そんな雰囲気でやりたくないんで。確かに、常に楽しませるっていうか、まあ、うん、集中はさせながらみたいな、はいはい、楽しい現場にしたいんで。うーん、って感じですかね、俺が気をつけてることは。そうなんですね。じゃあ結構まずいろんなアーティストとつながってそっから考える感じなんですか？そっから考えます。へえ、でもやりたいアーティストが いたら、はい、ちょっと DM を送って、はい、ご飯とか行って、はい、で、まあ、ちょっとお互いのバイブス確かめ合いながら、うん、曲を作ったりしますね。はいはいはい。そうなんですね。大体はクラブとかで会うんで、あ、まあ、そのバイブスが合うんで。はいはいはい。それでなんか決まったりはすることは多いですけど、はい、そうですね。そうなんですね、うん。ちなみにさっきおっしゃったアフロビートとか、レゲトンとかいます？日本にそういうアーティスト、それともビートをそれで違うラップスタイルでみたいな、そういうことなんですか？あんまいないですね。そうですよね。正直いなくて、はい、でも俺は作れると思ったのが、はい、アフロビートって意外と日本語に合うんですよね。はいはいはい。なるほど。なんでかっていうと、言葉をはっきりフローに乗せれば、はい、いいバランスで聞きやすいんですよ。はい、なるほど。BPM も100ぐらいだし、はい、って考えたらいろんなアーティストでも乗せれるんじゃないかっていう発想でしたね、俺は。なるほど。で、時々を、こう、仲間に歌わしたら、はい、もう、めちゃくちゃいい作品になってたんで。あ、そっか。あれはそっか、アフロビートに近いの。そうっす、そうっす、アフロビートか。なるほど。だから、結構、俺はマッチは、相性はいいと思ってます。はいはい。こう日本語とアフロの、うん。相性はめっちゃいいと思ってますね。うんうん、なるほど。そっか。なんか俺もなんかアフロってこういう感じ、これ聞いたらこれアフロだなっていう風に分かるんですけど、何がアフロを作るんですかねっていうのを俺ずっと自分で自問自答したんですよ。あれ、何がアフロを作るんだろうみたいな。
何なんだろうって思ってたんですけど、あれ何なんですかね。でも雰囲気じゃないですかね。なんかカリブにいるこう感じとか、はい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 、それこそ沖縄にいた時の時々は内容なんで、うんうんうん、で結構あっちも海があったり、確かにどういう生活をしてたとか、はい、どういう遊びをしましたっていう曲なんですよ。うんうんうん、まあ、内容的にはそんな感じなんで、はい、まあ結構ラフに、はい、作っていいと思うっすね。うん、はそんなガチガチに暗い感じでアフロするやついないと思う。いないですね、いないですね、いない。さすがになんか、ちょっとチルしながら、そうですね、確かに。なんか気持ちいいなっていう感覚が俺はアフロだと思ってます。はいはいはい。なんか楽器とかなんかあったりするんですか。この楽器はアフロでよく使われてるとか。音なのかわかんないけど。あ、音。はなんだっけな、パーカッションで。何の音だっけな、なんか、こっ。そうですよね。そうそう、わかるです。こ、裏打ちで、こ、はい。はい、こってなる楽器とかもあるんで。そうですよね。でもそれが、結構、なんだろう。自然っていうか、木みたいな音。あ、そう、あ、そうですよね。確かに確かに。なんか結構、自然な音を。はい。作り出してんのかなって俺は思うですね。なるほどね。そうなんですね。じゃあこれからの、動きとしては、いろんな日本のアーティストに、のりおさんが作ったビート、アルフロのビートに合わせてプロデュースしていくみたいな、そういう感じで。アフロとかレゲエとかだと、はい、ちゃんとレゲエのアーティストも日本にはいるんで、そうですよね。そこを混ぜながらヒップホップアーティストを組んで、はい、やりたいなっていうのは、はい、俺の一個の課題っすね。はいはいはい。そうなんですね。一緒に、まあ一緒の音楽なんで、はいはい。もともと敵対する意味がない。ないですよね。確かに確かに。で、まあ、レゲエ俺できないからとかじゃなくて、はいはい、歌えよって。俺は思っちゃいますけどね。はい、そっか。そうですよね。そうか、そうか、確かに。相性はいいですよね。俺もあんまりレゲエそんなわかんないんですけど、でもやっぱもっと知りたいなと思うし。はい。ぜひ。いい音楽だと思う。いい音楽ですよね。すごいなんか、思うっすね。あ、ちなみになんですけど、この間、なんか TikTok でサウナに。あ、はい。サウナ趣味なんですか？今、サウナが趣味で。あ、マジっすか？サウナめっちゃ行ってて。はいはい。で、今2本撮って、はい。静岡の敷地と、はい。熊本の、はい。ユラックスっていうユラックスあのサウナに行ってきたんですよ、はい、それを TikTok で撮って、はいはい、今ちょっとバズらせてんなみたいなそうですね、なんか、ま、言ったらクラブ終わりの街から近くていいサウナを紹介してるんですよ。 あ、そういうことか。なるほどなるほどなるほど。別に遠いとこに行くんじゃなくて、はい、その地方に行った際に、はい、こう近い場所で行きやすいサウナ、はい、サウナに行くっていう、そういうことか、のを紹介してるみたいな。今秀吉のツアーでいろいろなとこもあるんで、そうですよね、うんうん、じゃあ俺趣味がそれなんで、うんうん、TikTok やろうかな。いいですね。そうなんですね。でも結構じゃあやっぱクラブ終わりとかツアー終わった後に大体のサウナ行くみたいな。行きますね。DJ は結構好きなんじゃないですかね。あ、そうなんですね。酒を入れてるんで。はい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 。もう二日酔いとかきついですよ。そうですよね。全部抜くみたいな感じです。そっか。やばいっす。どういうふうに、どんぐらい入るっすか？サウナ行ったら。サウナ行ったら、だいたい2時間はいますね。2時間はいて、はい、水風呂、あ、じゃあ、サウナ入って、はい、水風呂入って、はい、外気浴して、を、5セットほうやります。だいたいサウナが7分、はい、水風呂がまあ1分ぐらい入って、はいはいはい、で外気浴5分してでまた入る、はいはいはい、それを5セットやったりして、でも正直お風呂入らないっす。お風呂入んないんだ。サウナ行ってもシャワー浴びてサウナ入ってってもうそっから入っちゃうっすね。そうです。お風呂入らないっす
そうだ、でもサウナのために行ってるけど、サウナのみでいいみたいな。お風呂は知らない。知らない。そっか。結構決まるっすか？決まる感じですか？まあ、決まるっていうか、俺は普通に、俺の感覚だと無になるって感じですね。ほう。何も考えないんで。はいはいはい。で、なんかその理由が、暑いとか、冷たいとかって、感覚なんですよね。そうですよね。感覚の世界に入るんで。はいはい。でも脳は、思考を変えて感覚に変えるんですよ。はい、ああ。だから無になれるんですよ。なるほど。だから、俺は好きですね。なるほど、ね。何も考えたくない時とか。はいはい。結構行くっすね。なるほど。そっかそっか。でも結構ツアーとか大変ですか？ツアーは、うん、ツアー大変。まあ楽しいですけど、はい、それこそクラブ終わって、はい、ホテル戻って、はい、3時間後にはもう11時のチェックアウトなんで。あ、そっか。そうっすね、結構辛いですけど、はい、まあいろんなところに行けるっていうのはありがたいことなんで、はい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 、楽しいです。本当ですか？楽しまなきゃ意味ないと思う。まあそうですよね、はい、そうですよね。そっか、せっかく地方来たのにすぐホテル戻って寝るみたいなことはしたくないですよね。はいはいはい、そうですよね、はい、そこのクラブ事情とかもあるんで。そっかそっか。そのこれ、そのいろんな各地のクラブを勉強しに行きたいみたいな、はいはい、なるほど、のはもあります。はいはいはい、はい。食べ物とか食べたりするんですか？いろんなところで。めっちゃ食います。マジですか？はい。何が？もう結構、寿司も海鮮も好きなんで、はいはい、北海道はもう、はい、もう北海道でしか寿司食いたくないぐらいです。本当に。いや、本当にうまいっすよね。うますぎるっす。あそこは。あそこ、本当に北海道で、はい、あの、ウニが食えるようになったんですよ。あ、マジっすか？もう東京にいた時、はい、ウニマジで大嫌いで、何これみたいな、食べ物じゃねえやみたいな、くっせえしみたいな。でも北海道行ったらもう全部が甘いじゃないですか。はい、何これ、はい、違う食べ物じゃんみたいになって、そっからっすね、ウニが食えたり、牡蠣が食えたりしたら、牡蠣も、牡蠣も嫌いでした。あ、そうなんだ。でも北海道の食ったらもうすごかったっす。マジっすか？いや、うまいっすよね。うまいっす。いや、臭みがなんでないのみたいな。魚に聞きたいぐらいっす。確かに。すごい。いや、そうですよね。その食文化も、はい、俺も好きなんで、あ、こう楽しませてもらってます。いいっすね。わあ、楽しそうだな、こういう旅行して。旅行っていいか、まあ、仕事だけどいろんなところ行くって。そうですね。いいっすね。サウナやりながら、いい飯食って。サウナやりながら、食って。最高じゃないですか、もう。ずっとっすよ。最高ですね。ちなみに、寿司以外で、なんか、これやばかったみたいな、どっか地方あったりします？寿司以外で、でもこの前の神戸で、はい、うなぎ食ったんですけど、はい、うなぎの塩焼き。ほう、珍しい。なかなかないじゃないですか。なかなかない。大体うな重とか。そうですよね。ひつまぶしとか。はい。でも、神戸で食ったのは、うなぎの塩焼きだったんですけど。へぇ。うなぎの塩焼きの方が俺好きだな。マジっすか？思っちゃって。結構弾力性もあり、はい、俺あんまり甘いのが苦手なんですよ。ああ、はい、はいはいはい。甘いタレとかが。あ、好きじゃないんで。なるほど。あっちはうまかったっすね。うまいですか？はい、こう魚好きっすね。魚好きそうですね。うん、海鮮とかうなぎとか。そうですね。肉と魚ってやっぱ魚の方好きですか？あ、でも肉も好きなんですけど。あ、ほんですか？肉は大体いろんなとこで食えるじゃないですか。まあそう、確かにそうかもしれないですね。魚で、東京で魚もう無理っす。そっか、そっか、だから地方行ったら絶対魚なんだ。魚っすね。あ、そうなんすね。東京だと焼肉ぐらいですかね。ああ、そっか。うまいのと。うまいって言うのかな、そっか。そうなんす。そっか。気分もありますよね。あ、まあ、それあると思います、多分。そこの名物を食べるっていう、はい、そうですね、うんうん。気分もあると思います。うんうんうん、そっか。なるほどね。でも、まあそういうなんかクラブとかでやっぱ常にいなきゃいけないと思うんですけど、お酒とか結構強いですか？クラブで飲むのは多分強い方だと思います。あ、本当ですか？はい。俺座って飲めないんで、座って飲むのが苦手なんですよ。はい。ビール一杯でマジで酔います。めっちゃ酔っちゃうっす。はい。でもクラブでショットを何杯も渡されても多分いけると思います。マジっすか？はい。
なんなんすかね。ショットなんすかね。ショットに慣れちゃってるんじゃないですかね。だからこの量がきついんですよね。あ、何杯も何杯も居酒屋で飲むの、飲むよりクラブでショットをガンガン行った方が、俺はまだ生き残れるっていう。へ、うん、そう。あとは、汗で多分流れてくるね。ああ、そっかそっか。踊ってるから。はいはいはい、はい。踊ることが好きなんで。はいはいはい。あ、そうなんですね。でもダンスとかしてたわけじゃなくて、もう普通に。そう、もう普通に踊ることが好きです。クラブで。ああ、そうなんですね。ガンガンワインにしますよ。そうですね。一応ね。いつで。してください。してください。あのワインにはセックスじゃないんで。セックスじゃないですね。ダンスですね。はい、確かに。そっかそっか。レゲトンとかさっき言ってたそういうことですもんね。そうかそっか。コミュニケーションだ。コミュニケーションっすね。そうですね。そうなんですね。そっか。でもやっぱショットはあれですか、テキーラとかが多いですか。テキーラが多いですね。はい。で、結構、自分の地元もテキーラ文化があって、はい、メキシコ料理店もあったりして。はいはいはい。そっか。そうですね。テキーラは、顔多いですかね。あんまりウォッカは飲まないですね。へえ、うん。あとはヘネシーとか。あ、はい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 。は、ハーレムでは常にヘネシー飲んでますね。あ、そうなんですね。へえ。ヘネシーはちょっと強くて。ちょっと。あ、俺さっきやめちゃったんですけど。あ、やめたんですか、ね、やめたんですよ。理由は？いや、まあいろいろ理由があって、まず、自分のことやっぱこ、まず酔うのがあんま好きじゃなくて、はい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 、酔うって感覚があんま好きじゃなかったんですよ。なんか自分をコントロールできないやっちゃうじゃないですか。うん、それだからいろんなことをやめたいと思って、なんか、さっきからやめようと思ったんですよ、ね。そうそう。クリーンでやったっけ。自分にはプラスじゃないって思ったんですね。そうです。そうです。プラスじゃないと思って。それはいいことですね。それでやめたんですよね。俺は逆にこう、シラフだと結構人見知りになっちゃう。ああ、そうなんですか。結構会話が続かないんで、はいはい、酒、まあお酒入れて、はい、ちょっと会話を、はいはい、つなげようかなっていうのはありますね。そうなんですね。コミュニケーションあとはもう、それこそ、本当にコミュニケーションですね。うん。ショット飲みましょうっつって、はい、そっからの会話があるかもしれないし。まあ、そうですね。そうですね、はいはい。女の子もそうですし。そうですよね。はい、そうそう。なんか飲もうぜっつって。はいはいはい。そっから何かがあるかもしれない。そう、確かに確かに。女の子関係聞いても大丈夫ですか？ちょっとなら。ちょっとなら、ちょっとなら。ああ、じゃあいいですか。どういう、今はお付き合いとかされてないですか？今はしてないです。あ、そうなんですね。どういう子がタイプですか？どういう子がタイプ、はい、俺はかっこいい女の子がタイプっすね。なんか、うん、強い女の子が好きっす。あ、そうですね。まあ、見た目も、はい、中身も、はい。でも中身は、まあそんなに強く来られるとちょっと、俺が嫌なんで、ちょっとニャンニャンしてほしいなってあるっすけど、でもまあ、強い子がタイプっす、ね。はい、なんか、芸能人もしくは架空のキャラクターでこういう子とかなんかあったりします？カリナとか。カリナ芸能人。はい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 。昔っすけど。はいはい。とかはなんかちょっと強そうなイメージあるよね。そうです、確かに。はい、すかね、黒木メイサとか。ああ、はい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 、わかりますわかります。なるほど、そっち系だ。なるほどなるほど。痩せ方とか。痩せがちょっとぽっちゃりとか。あ、でも俺結構そういうの気にしないっすね。ああ、体型あんま気にしないっすね。うん、あんまりこう太ってるのとかは、うん、まあ、あんまりですけど、うんうん、全然ムチムチでも、うん、ガリガリは好きじゃないな。うん、ムチムチがいいっすね。ムチムチが一番。ムチムチが一番っすね。お尻がこう、いい感じの。あればいい。はい。ああ、そうです。お尻がやっぱ重要なんです。お尻重要っす。ああ、そうなんだ。いっぱいいらないっす。ラテンですね。ラテンどっちですね。そうなんですね。地方で、なんかこの地方、女の子可愛かったなとかあったっすか？あー、でも北九州は可愛かったっすね。北九州。うん、福岡、はい、熊本は、はい、うん、綺麗な女の子いました。九州か。マジ行ったことないな。福岡はすごいっすよ。福岡面白くて、はい、女の子の方が多いんすよ、割合が。人口の？あ、まあどうなんでしょう、クラブ人口だと男そんなにいない。珍しくないですか？女の子しかいないじゃんみたいな状況が。そうなんだ。多々あるっす。マジっすか？ああ、それ珍しいっすね。珍しいっすね。はい、うん、だから福岡は結構パーティーする人は好きって言いますね。そうなんだ、うん、
なるほどな。ちょっと行ってみたいかもしれないですね。福岡とかも。ぜひぜひ。パーティー、でも話聞くんですよね。パーティーすごいみたいな。いやー、でもヒップホップとかでもね、俺のこれとかもマジでオーディエンスゼロなんですよ、女の子。そう。ゼロ、まあちょっと持ってるんですけど、マジで本当にこんなぐらい。いいと思いますよ。いいんですかね。いやー、なんかアナリティクス見たらマジ女の子いねえ、みたいな。むさ苦しいな、みたいな。女の子呼びましょう。いや、やっと呼んだんですよ、この間。まあ、女性第一号。うん、そう。なんで、キュンデスのイベント、わかります、はい、キュンデスの、オーガナイザーの、なおかちゃん、N2 ちゃんを呼んで、第一号だったんですけど、そしてぜひ誰か女性ゲストでいい方がいれば、ぜひ、参加いただければと思う。ご連絡します。お願いします。そっか。ちょっと話変わっちゃうんですけど、ポップヤーズ、はい、すっごいでかいフェスだったじゃないですか。すごかったっすね。はい。で、ちょっと弟今、クラメルを知ったんですけど、のりおさんが出てきた時の話をしてて。まあ、俺のスタイル的に、はい、こう、お客さんを盛り上げてから、はい、ライブを見てほしいみたいな感じなんで、でも、常に一人一人が主人公だと思って、はいはい、仲間もやってるんで、そうですよね。こう、まあ、最初に、初めて、はい、こうあのポップユアーズで多分誰もやってないことをしようと思って、はいはいはい、でもブースの上に立って叫びまくりました、はい、そうなんですね。めっちゃ緊張してたけど叫んだら抜けるだろうと思って、もうバカ叫んでポップユアーズってやってる。そうなんです、はい、やってました、ね。でもたまにこうライブ中にこう、はい、ライブ前にこう、うん、歌わせちゃダメって言われたんですよ、まあ、コロナで。あ、そっか。お客さんに歌わせちゃダメだよ、はい、って言われてんのに、うん、歌えって言おうとしたんですよ。歌えって言おうとしたんだけど、はい、そこでふって思い出して、はい、ダメなんだと思って歌うーにしちゃった。めっちゃ恥ずかしくて、もうそれが残らないでくれみたいな、映像に残らないでくれみたいな感じでしたけど、まあ、結構バイブスをそこで出して、はい、お客さんもこうそういうバイブスになってもらって、はい、ライブ を見てもらう、ライブで上がってほしいっていうのは俺の仕事だなとは思ってましたね。そうだったんですね。そっか、すげえな、うん。めっちゃ緊張したっすよ。マジですか。そうです。めっちゃ緊張しますよ、そりゃ。え、で、覚えてるっすか、結構。覚えてます、全部覚えてます。そっか。アドレナリンがすごかったっすね。マジ、あれ結構一番ぐらいでかいっすか、過去一で。そんなこともない。いや、過去一でかいかもしれないな。はい、名古屋の、はい、愛知の海の家。はい。あ、じゃあ海の家じゃねえ。波物語。ああ、はい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 。波物語もすごかったっすけど。はい。うん、マカリメッセもすごかったっすね。そうですよ、結構人いましたね。あの規模で今ヒップホップフェスができる時代ってのはすごいですよね。すごいっす。俺もこうなるとは思ってなかったっす。そっか。こんなとこでやるんだ。はい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 。やばいっすね。やっぱなりますよね。なりますよね。そうっすね。まあでもこうやって多分これからヒップホップも、日本のヒップホップもどんどん人気上がってって、こう、どんどんね、アメリカとか、他の国みたいにこう、メインストリームになっていくと思うんですけど、まあその中で今、のりおくんがやってるプロデューサーとしての、なんか目標とかあったりするんですか、こうなりたいな、みたいな。目標はないです。ないですね。正直。こうなりたいとかはなくて、はい、まあいい曲を常に出していきたいな、っていうのは、はいはい、うん、自分のモットーですね。そっか。それがどういうジャンルであろうと、その。そうですね。それが、一般に、こう、一般に聴いてもらって、いい歌だなって思われれば、うん、俺はそれでいいと思ってます。正直。そうなんですね。うん、そうなんですね。それでなんかお金稼ぎたいとか、まあ、あるっすけど、はいはいはい、そこまで強くはないですね。そうなんですね。じゃあもう、作ることに、意欲とか聞いてもらえることに、そうですね、モチベーションとか、はい、そっちの方が楽しいっすね。ああ、そうなんですね。あの曲良かったよって言われた方が楽しいっす。嬉しいっす。そうなんだ。それがモチベーションね。そうですね。いや、すごいっすわ。すごい尊敬するっす、マジで。いやー。
やーマジでこれからもねすごい活躍してくれると思いますし、これからの活躍もと自分も応援させてもらって、はい、マジで頑張ってほしいと思います。あの下の概要欄にどういうあの SNS のリンクがいいですかね。インスタグラムの、はい、まあ、普通にインスタグラムとか、はい、TikTok とかでも、はい、載せちゃっ て, もらって大丈夫です、まあ、じゃあ下の方にねいろんなあのリンクも載せて、まあ、配信曲とかも、はい、もしあればあの貼っておくんで、そういうのもあのいただいて入っていくんで、ぜひぜひね皆さんチェックしてほしいのと、これからのあの DJ のりおくんの活動もサポートしてほしいなと思います。ありがとうございます。はい、ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。プロ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 ピース。はい。